セレナーデ作品17からには、リヒャルト・シュトラウスの作曲した歌曲、公共的幻想曲、イタリアからが書かれた1886年の12月22日に、ミュンヘンで書き上げられ、翌年に出版された6つの歌曲作品17に収められた。作品17の他の作品と同様、シュトラウスが好んで作曲した詩人アドルフ・シャックの詩に付曲されている。 詩の内容は、男が恋人に呼びかける典型的なセレナードで、その明るい甘さから、シュトラウスの歌曲の中でも特に愛好される作品の一つである。ビバーチェ、ドルチェ、ええ、蝶々、六、八拍子、A、B、A、B、C、C の形式。キラキラと振り注ぐような伴奏に乗って、オクターブの跳躍から始まる旋律が恋の喜びと感動を歌い上げる。 b の部分は9、8拍子となり、上行アルペジオが舞い上がる。マッハウフ、マッハウフ、ドクリーズマインカインド、ウンケーネンホムシュルーマーズベキン、カウムマーメルトデアバッハ、カウムジタートイムウィンドエインブロットアンデンブションウント、ヘキン、ドラムリーズ、マインメイトヒエン、ドスにヒツズイヒレフト、ヌアリーズダイハンドアウフダイクリンキーゼリゴット、ミットトリットン、ビートリートデアイリフェンスを削くと、 ウーバーダイブリューメンズ、ハフン、フリーグライクトヒナウスインダイムンドスキニクト、ズミアーインデンガルテンズ、シュラフン、リングスシュラマーンダイブルートンエームリージルンドン、バッハウントデュファニムシュラーフ、ヌアダイリーベイストワッハ、シッツニーダ、ヒアダマート、エス、ジャハイミスバルウンターデンリンデンバーマン、ダイナハティガルウンスズ、ハウプトンゾールフォンウンセレンクソントロイマンウントダイローズ、 ベンシェンエ m ムモルゲンエバクト、方法 GLHN フォンデンは焼ウェルンでナハと。ありがとうございます。